動画撮りますよ。私はもう今日もすごくぐちゃぐちゃだけど動画撮ります、はい、動画撮りますか。はい、そうだよ翔子ちゃん、はい、大丈夫、世界一可愛いから。もう今日もすごいぐちゃぐちゃの顔で、ちょっと股間失礼します。あ、すごいケツが立って、はい、股間失礼します、はい、ということで今日はめちゃめちゃ可愛いじゃん、うん、世界一可愛い。今日もぐちゃぐちゃ、もう本当用事がない限り最近は、はい、お風呂入ったもん毎回お風呂私入ってないよ。朝入ったでしょ。あ、頭洗った頭洗った。はい、ということでせーの、ほやほやかぶしゃこ新婚夫婦。また今日も夜中夜中、最近夜中に撮りがちなんですけど、夜中にあとコンビニに行きがち。まあね、そう、なんか夜中になると、食べ詰まりのせいか、なんか冷たいものとか食べたくなって、すごく良かったものが最近あった。メロン、メロン、コンビニで買ったメロンがめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ食べ詰まりになんか良かった。普段食べないもんねメロンなんて。うん、だから今年初メロンを食べました。イエーイ、イエーイ。はい、そんな感じでまたいつもの感じで、今日もお送りしていこうと思ってるんですけど。そうなんですよ。今日なんですけど、あのね、またちょっと商品紹介したいんですけど、すごいやつ買ってきたんですよ。よく買うね。はい。あなたよく買うよね。浮かれてるの。あなたってさ、ほんと服とかじゃなくてさ、服は全然興味ないのにさ、失礼します。物はすごい買うよね。浮かれてるの今。朝毎回ピロピロピロで起きるもん、インターホンで。浮かれモード。浮かれモード、ロマンティック浮かれモード。そういうことなんです。はい、ということでこちらです。こちらですね、エンジェルサウンズっていうて、胎児の超音波心音計ということで、超音波で心音を聞くやつですよ、ちゃんあかの。うん。うちのピヨピヨちゃんの。うちのピヨピヨちゃん今現在8週目ぐらいですか？ですよね。そう。8週目のピヨピヨちゃんの心音、あなたは。見たんでしょ、あの超音波で心拍。音とかは見てないけど、こう動きを見ただけ、動きが動いてるっていうので心拍確認ってこと。音聞いてないんだ。そう、音は多分ね、聞けるのかないつかってことで、はい、こちらつなぐと、はい、聞けるってことよ。本当にすごくない？でもね、これ一応ね、聞ける期間があって、え、この機器は妊娠12週目から。そう、そうやん、それは。本当だ、うわ。まだ先、もうちょっと先、あと1ヶ月ぐらい待たないと。だから聞けるのは、私たちの結婚記念日後ぐらいじゃない？もうすぐ1年で結婚記念日。あと1ヶ月。マジ？知ってたパターン？なんか、こんな早くは多分聞けないだろうなと思ってて。ちょっと待ってよ。何舞い上がってて、今浮かれモードみたいなの何だったのよ。すごいよ、この人。マタニティーハイ。本当に。はい。最悪じゃん。私。ちょっとどうすんの今日の動画。これは、それもさ、なんかさ、これから先、1ヶ月の検診になってくるじゃん。その時に、ちょっと待って。今度は、心拍とか、胎動が心配になる時があるらしいの。1ヶ月いかないと。で聞くの、その他の先輩方の妊婦さんから、はい、だから、これはもうちょっと先のものって私は思ってた。うわー、なんかマウスみたいな。うん、確かにマウスっぽいね、はい、マウスと、はい、線と、うん、これがイヤホン。あ、イヤホン。あ、待って、まず充電しないといけないパターンこれ。あ、じゃあほんまやん、じゃあ無理やん。で、ケース、入れ物。待って。これで、だってさ、結構いいお値段してたよね、それも。ローション付き、超音波ジェル付きで、9000円ぐらいかな。8000円か9000円。あ、これいろんな種類あるの？これって。これ、ありかなしかみたいな。ローション。ローションじゃない。もっと1万円ぐらいすると思ってた。うん。8000円ぐらいなんだ。9000円。でも高い。まあまあまあ、でもまあこれからのこと見ると、まあ安い方か。いやでもわかんない、これが本当になんかそのさ、不良品までいかないけど、ちゃんと医学的に使えるレベルのものなのかっていう保証がない。でもなんかさ、コメントですごくたくさんいただいたので、エンジェルサウンズだっけ。もう今日聞きたい。エンジェルサウンズはすごく心配な時に聞いてて安心してました。いやいや、もう心配です本当に。聞きたい今日。ダメだってまだどうせ聞けないから、なんかこのジェルつけるのすごく嫌だ。腹のなんかそれもこれ、なんか結構私はアンダーヘアないけど、なんかアンダーヘアらへんまでねこれを当てないといけないらしいのね。だからなんか毛がうじゃうじゃとか言って、なんか口コミ見たそう、なんかね、はい、不妊治療中に、はい、毛の処理、はい、脱毛いっとけばよかったっていう人意外とあるあるらしくて、そのできないか内心その、まあ、できるじゃできるんだけど、不妊治療中は。けどだんだんさ、妊娠したらできん、なんかあんまできない、妊娠してからできないのかね。できないし、配布もできないし、ああいうなんか全部エステとかもあんまりなかなかいけないの。だからそういうのやっとけばよかったっていう方もいて。なるほどね。だから毛の処理、産む時も意外とイケメンの先生がこう見られるっていうので、毛が毛問題が結構女子の中では話題。毛問題で。住む話だったのをイケメンの先生がっていう必要あった？今そんな話ブログに書いてあったの。イケメンの先生がってあ、なんかそんな話題いる？じゃあイケメンじゃない先生だったらいいの、毛は生えてて。だから女性の方だったらしいのね、本当は。なのに、うん、突然男の先生に変わっちゃったから、うん、お前が手の処理しとけばよかったって思ったってなんなのよ、その見たイケメンはじゃあ関係ないってことでしょ。男性の先生だったらってことでしょ。なんでイケメンだと知らんがな、ブログだからみんな持って帰ってるんだ。あなたはそう思ったってことでしょ、そうやって。だってイケメンがって書いてあったから、イケメンの先生だったら毛処理しますみたいな、そんなもう私そんな思ったことないから、もういちいちうるさい。はい、はい、ということでね、こちら手に入りました。入りまして、どうする？聞いちゃう？聞いちゃう？いやいや、今、あ、遅い遅い。遅い遅い。僕くんが一番イケメンだよ。あ、遅い遅い。遅いんだよ。もう、本当に。あんた最近なんかその韓流ドラマみたいなのばっか見て。なんだ？ヴィンチェンツォ？ヴィンチェンツォ？ヴィンチェンツォってやつ、これめちゃめちゃ人気らしいから、一緒に見ようって言って、第1話、40分ぐらい一緒に見て、ね、そっからね、第2話明日楽しみだねみたいな話をしてたら、まあもう僕が仕事中にも全部ガンガン進めて見て、そこまでは全然いいんです、驚くことに、ご飯中に全部ネタバレ言う、あいつが黒幕だったいや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 、もう一緒に見る気もなければその楽しみすら与えてくれる。ドラゴン桜は一緒に見てるから、あいつが黒幕だった。しかも今日はイケメンのヴィンチェンツォのマフィアのやつ 見ないといけないからみたいななんだそれみたいな、アホかと。ヴィンチェンツォはイケメンなのよ。アホかと、本当に男にも好かれるイケメンっていうやつ。イケメンとかも知らんて、本当に。あんたもイケメンよ。いや遅いって、だからちょっと聞こえる聞こえる聞こえる。あ、すごい。もうすでになんかさーって、なんか古いラジオみたいな音する。自分の心臓心拍あり。本当？本当に聞こえるの？はい。めちゃめちゃ速い。ごっくん、ごっくん、ごっくん、ごっくん。聞いてみて。本当に。まさか、おじさんの心拍を聞くとは思わなかったけど、エンジェルサウンズも。カブ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 ドキュン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 ド。うるさいうるさいうるさい。いやいや何もしてない。話したらうるさいらしい、これさ。自分の皮膚から。話してない話してない。ドンってなって。怖っ。怖っ。怖っ。痛かった耳が。ちょっとじゃあいいですか。股間。そんなだって塗らんの？塗らずにいけるかなと。あ、ガサゴソガサゴソ。すごいすごいすごい絵ですよ。今もう股間に当ててます、エンジェルサウンズ。不安になるわ、ちょっとこれ YouTube。 聞こえない？すいません、まだ聞こえないですね。股間のガサゴソ音だけうん、ちょっと、うん、一回撤収しよう。撤収まだ早かったみたい。やっぱり12週。そうだね。ちょっと私12週でもやりたくない。もうちょっと先でもいいぐらい。なんでそんな早くしても、なんかすごい大変、なんかで意外とね聞けなかったらやる。これ早く塗りたい。それが一番塗りたくない、ジェルみたいなやつ。粘り度中って書いてるよ。そういうのやだ。どんな感じじゃない？うわ、ローションって感じ。嫌い、こういうの私。そうなんです。すいません。すいません。よく撮影でこういうのつけられたのたまにあるじゃん。なんかちょっと濡れた肌みたいな。グラビアあるある僕にあるじゃん言われてもちょっとわかんないですよそんなもん。はい。嫌だ。あ、すいません。それも嫌だ。これすらも嫌だと。はい、すみません。はい、じゃあこれはまた今度登場ってことでいいですか？そう、また今度。まもうちょっと12週とかちょっと僕のマタニティハイがちょっと来ちゃったね、現れちゃったね。はいはい。で、じゃあもう一個これ僕私物なんですけどいいですか？久しぶりじゃない私が物こうやってなんかルンルンで。伊勢丹で買ったの？これを伊勢丹から届いたわね。伊勢丹で買ったつもりないのに。やばくない？はい、こちらフライングパンバーミキュラって読むんですかね。バーミキュラでいいのかな。はい、フライングパン、そうフライパンです。やばくない？すごい。これレシピブックまでついてるんですけど、バーミキュラのフライパンすごいこれ、多分ピンときてないかもしれないけど、定価4万これします。これ買ったの3万するの？いや34万ぐらいするやつです。普通と違うんですって。手入れ結構しないといけなくて。ああ、はい。難しいの？難しい。そう焦げたりとかめちゃめちゃ難しいらしい。逆に面倒いやつやん。なんかさ、普通はさフライパンってなんか高いやつだとさ油入れんくてもさ滑りみたいな。待って、ネガティブなのやめて。今はいいなみたいな感じ。ホーローらしいです。ホーロー。電子レンジやオーブンで使用できません。過度 IH での強度な強火の使用は避けてくださいとか、洗い方はこうとか、まあいろいろなんですけど、これをそのカードのなんか溜まってたマイレージのポイントみたいので買ったんです。でしかもそれもすごいお得な感じだったから、はい、実質タダで手に入れました。じゃあいいね。はい。あ、ほらこういう危なかった危なかった。もう3、4万って言った時のね。嫁はんのテンションのね、いろいろ意外と熱くなるんだって、はい、いやだからね、なんかね、このね、すごいこれで火を通すと全然違うらしいの。オムライスとか作るのにはいいのか。いやいや、だからね、このもうその、なんか料理っていうものに対してすごくこう、なんていうの、こだわりたいんだったらこれすごくいいらしい。感動の目玉焼きとか、はい、目玉焼きだけでも感動の目玉焼きになったりするらしい。そうよ。チャーハンとかも、ステーキとかも、そう、火の通り方が全然ちゃうって。じゃあそれによって美味しさが変わってくるんだってネットに書いてたんで、まあ、これ、はい、すごくない？すごい。あ、私の好きなガレットも作ってる。あ、しょうこちゃんの大好きなガレットも作っちゃうわ。お願いいたします。はい、はい、ということで、はい、ポイントだったからよかったです、それだと。はい私は今すごくそのものとしてちょっとマタニティグッズとしてすごく探しているものがあって。はい、何？どういうこと？私ね、友達、地元の友達からもう子供ももう十何歳とかなんだけど、もうね、同級生、そうそう、おめでとうって来たんだけど、もうね、もうケアしていった方がいいよって言われたの。体の妊娠線とか胸とかお尻とかのひび割れというか、肉割れ、そうそう、そういうのができてきたりするらしいのね。だから本当にもう今から何でもいいから塗っといた方がいいって言われて、で私ちょうどさ、熊田さんにいただいたスイートマミーのこのボディクリームと、あとこのバストのやつで、これなんかハケで塗るって言われてたじゃん、動画で。そしたらこれほんとすごくて、ここを押したらハケになってて、もう最近このバストケアをねやってるんだけど、すごいやっぱ。お腹に塗るやつは旦那さんに塗ってほしいって熊田さん言うてましたけど。そうだね。はい、いいですか？だってまあ、はい、風呂上がり。あ、そうだって私のその地元の友達は私は塗ってもらってたって来てた。ほら、だからやろう、そうやろう、だから熊田さんと言ってること同じやと思って。だからね、こういうのと、でもこれだとさ、待って、探してるって言ってるのは何？じゃあこれはすぐなくなるしもったいないからもうちょっとなんか安くて、あれこれはどうなんだろうね、なんか熊田さんからいただいたものだからなんかもっともっともうべしゃべしゃにつけられる、これは部分だからバストと、あとこれボディクリームでもなんかいい場所にストレッチケア、それはもうジョンソン&ジョンソンのベビーオイルみたいなやつちゃうの？オイルがいいのか、なんかそういうマタニティのそういうデパ地下、デパコス、デパコスでもよく言う、それまた高いやつちゃうの？まあそうだね。それよりはそのまま探してるのは探してる、教えてください、コメントください。はい。あれは何？どれ？いやいや、おかしいでしょ。どれ？そこのガムテープのやつ。これは私の。いやいや、おかしいって。でもなんか本当にじゃがりこをガムテープで食の気分がすごく変わるから、うん、昨日はこれをちょっとだけ夜中に食べたの。いやだからいいって、ガムテープで封印ってどういうこと？これだってすぐあれしないとちゃんと湿気きちゃうから、湿気きちゃうからもったいないから、なんか置いとくとかでいいでしょ。だから置いとったのね最初、チャンネル置いてたの、リモコン置いてたんだけど、これ今日は食べんわと思って、昨日の夜中からだから、だからあ、もうなんで開けるの、食べるの全部だから、ちょっとまあね、これ2日以上食べない場合だから、そんなことで怒る？今もういいよ、あなたが食べるならいいけど、今こうやって取ってあーんってしようと。いやで、なんでそんな今気分じゃない、食べるの。本当に食べるものだけは今本当にストレス与えないでほしいの。カブは本当に食べろ食べろって言うからなんだけど、結構こまめに今すごい食べたいぐらい、あと今日もすごい食べたいものが決まってて、あなたカルボナーラを作ってね食べてたんだけど、私はもううどんが食べたくて、冷たい、もうだからすごくわがまま、食に対してはね今そんな感じです。はい、冷たいうどんがね食べたいって言ってたから、しょうこちゃんが冷たいうどんね、セブンのね、セブンイレブンでねうどん買ってきたんです。でさらにはしょうこちゃんうどんがね食べたい言うてたから、スーパーで冷凍のうどんもいつでも食べれるように買ってきたよって言ったら、めちゃめちゃ嫌な顔されました。だって理由は、いや別に今日うどん食べたかっただけで明日うどん食べたいとは限らないから、買いだめしたらダメってコメントに書いてあって、あ、確かに本当に日によって全然違うの。前の日はパン食べたかったのに今日は全然パン食べる気分ではない。だから、いや決してしょうこちゃんが性格が悪いっていう話じゃなくて、地雷はいろんなところにある。違うの、自分が欲してるものを食べてくださいねってたくさんいただいてだから冷凍のうどんを買ってきてごめんなさい。それはもう大丈夫です。ありがとうございますはい、イケメンのカブキン母ちゃんでした、どうもありがとうございました、よかったらグッドボタンとコメントも書いてくださって、チャンネル登録もしていただけましたら嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバーイ